はい、どうもね、あげたんです。上中下。実は三本撮りで、今日は上中下の下です。三本目ですね。こんな連続で動画撮ったの初めてかもしんない。これ飲もうと思ったんだけど、もしかしたら車使うかなと思って住んでのところでやめたやつ。でもまだちょっとお酒残ってるかなーって感じがしたので、あれしたね。普通に歩いて行ってきましたわ。さあ、ちょっとコンビニでね、散財してきたんで、久しぶりに。今日は商品紹介です。いい？行くよ。まずはね、洗わずそのまま食べられるコールスロー。これがね、100円です。これなんかまたフレンチかけて食べようかな。はい。で、次。2種チーズのダブルバーガー。チーズバーガーですね。これ、368円。税込み397円。高いけど、一回食ってみたかったんだよね。買ってきました。はい。で、僕が大好きな、セブンプレミアム。瀬戸内レモン果汁使用スモークタン 72g 200円ですね。これ安すぎね。うまさの割に安すぎね。はい。みんな大好き。もうみんなの友達。マルゼンのチーカマ。これがね、4本300円ですね。まだ後かな。本当かな。ピリ辛味が僕は好きです。はい、次。最近カップラーメン禁止してたんですけど、買ってきちゃいました。ニュータンタンメン。タンタンめちゃ辛？なんだかよくわかんねえな、これ名前が。辛さレベルがめちゃ辛らしいです。買ってきました。まあ、このサイズなんでいいかなと思って、カロリーは400。まあ、ブランですね。はい。これ215円ですね。妥当かな。冷凍コーナー見てたら、このサイズで、これいいなぁと思って、セブンプレミアムチンジャオロース368円。ごめん、高かった。なんもよくねえわ。コスパえぐ。はい、何気に僕初めて買ったんですけど、焼き鳥です。塩がなかったんで、桃タレ2本買いました。これ温めてないからね。温めておくのじゃダメかな。そのまま食えそうだけど。で、ちょっと久しぶりにご飯、何日ぐらい食ってないかな。もう1ヶ月ぐらい食ってないかな、ご飯。ちょっと食べたくなったんで、でも、がっつりはご飯食いたくないなと思って、ネギトロ巻き買ってきました。145円ね。はい。ストロングゼロドライ。これいくら？ 192 円。安いね。で、ちょっと今なんか脱水症状っぽいんで、軽く。お酒の飲みすぎっすね。アクエリスの 950ml 買ってきました。これすごいいいね。持ちやすいね。これ、まあ、これで締めて、いくらだ ?2470 円。高すぎな。高すぎ。はい。ということで、やっていきたいと思います。何食おうか決まってないんだけど、ごめん、でもチーズバーガー重いな。重い。とりあえずこいつとさ、チーズバーガー重いな。ジンジャー行きます。とりあえず。そんな感じで行っていきたいと思います。ほい。やってきました。600ワットで3分なんですけど、うちの電子レンジクソなんでね。わ、すごい。5分やったんだけど、600ワットで。これまだ中心冷たいわ。で、なんか周りだけ激アツって感じ。そんなことある？まあいいや、やっていこう。やってきますよ。いろいろちょっと停滞してるね、ものがもう。散らかりすぎです。ちょっとこれ、この何、内部の温度でちょっと浸透させるわ。ということでね、
ぴょろいこうかな。これちょっと飲んでみたかったんですよ。レモンサワー。おいたしレモン。開放。今日自家でいきます。これグレープフルーツサワーなんで。いいね。5度、5%からのストゼロいきます。開放。これビール以外入れたことないんだけど、今日ちょっとストゼロがおしゃれな気分らしいんで、ちょっとおしゃれにしてみます。マジでこの何ダブルオールグラス良すぎな、ほんとマジで綺麗。疲れまです。うん、うまい。ストゼロだ。つうことで、これ胡椒入ってるねはい、これはちょっと話しといて、まあネギトロ巻きを食っていこうかな。暑いな。今歩いて行ってきたんだけどさ、バカに暑いなと思ったら、なるほどねと。今室温22度あるわ。これ暑いわ。さすがに。あ、そっか。コンビニの袋がないから困るんだよね。普通に捨てるか。でもさ、コンビニの袋結局さ、欲しいよ。スーパーの袋もそうだけど。ごめん、これ作り方がわかんねえ。誰か教えて。フィルムを引き抜く。で、これがどうなるんだ。あれ、こうか、こうか、こういうことね、こういうことね。はい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 。ごめん、めったに食べないからさ、分かんなかったわ。あ、いいっすね。結構いいっすね。これは結構コストとあれが結構いいんじゃないですか。150いくらだっけ。156円ですけど。いただきます。これうまっ。リピートして直置きスタイル、ごめんなさいね本当に。さあ何飲もうかっていう感じになっちゃってるんだけど、とりあえずレモンサワー飲もうか。やっぱりするね、こんな強いの飲んでからさ、こういうの飲むと。やっぱご飯久しぶりに食うとうまいわ。ごめん、夢中で食っちゃった。久しぶりのご飯だったんで、ね、うまかったっす。これいいな。月1回ぐらい買おうかな、ネギトロ巻き。はい、そんな感じで。まだ冷たいかな。あー、中央冷た。5分やってさ、中央の冷たい電子レンジってそんなことあっていいんですか。もう冷たいまま食うよ私は。あー、やっちゃった。タレがついちゃった。やだな。まあこれいいか、こんな感じで。すごい冷たいんですけど、どうなん？この辺、あ、ちょっとザクっていったぞ。この辺が熱いのよ。ここが冷たいの。うちの電子レンジあるあるなんだけど、ちょっとかきまして、あえてその辺食わないでいこう。この辺から結構。いやでも値段の割にってなっちゃうか。いただきます。うまいね。うん、あ、いいな。チンジャオロース明日作ろうかな。ちょっと今日いろいろ言っちゃっていいですか、マジで。ちょっと箸がね、置く場所が、箸置きを買ったんでね。何気に初めて、さっき言ったっけ、言ったね。
初めて買ったんですけど、コンビニの焼き鳥、最後に買った焼き鳥はサークル系だったかな。だから相当前よ。あのね、レジ横のホットスナックをね、僕頼むのがね、昔からあんま得意じゃなくて、得て増えてってあるんですかって思うかもしれないけど、嫌なのよ基本的には。どうしようかな、僕あんま手が汚れるの好きじゃないんで、晩酌中に。だから手羽先とかあんま好きじゃないんだよね。味は大好きなんだけど、こうやって食べます。お団子とかもこうやって食べるんで、僕こんな感じですね。美味しそうですね。そこそこでかさはあるんですかね。うん、温めてないですけど、まあ明らか火通ってるんで、いただきます。うまっ。焼き鳥、コンビニの焼き鳥美味しいね。うん、これいいっすよ。今日ほんと完璧な布陣じゃないですか。あとチーカマがありの、チーカマがありの、スモークタンがありの、ね、え、結局健康気にして買うけど、こういうの買いすぎちゃって、こういうの買いすぎちゃって、結局ここまでたどり着かないっていうパティーンだな今日は。チーズバーガー重いな、重い。ちょっと食いたいけど食いたくないっていうか、動画で食いたかったけどね、今日いろいろ停滞してるんで、うん、いいでしょ、こんなもんで、こんなもんでいいんですよ。ごめんなさい、昨日っていうかね、あの今日っていうか、サラダを久しぶりに残しました、半分ぐらい。なんかね、酔っ払うとね、食いたいもん食っちゃうみたいでね、うん、もちろんサラダはサラダで好きですし、うまいんだけど、なんかね、うん、ポテロングをね、あの買ったんですよ。シャラクセと思って、あの、アマゾンで10個入りのやつね、こう、あれね、こう届くんですよ、こう、10個、こう並んで、で、なんかスポって入っててね、10個。それ買ったんですけど、あるじゃん。ごめん、まだゴミ片付けてなかったこういう感じで届くんですけど、こういう感じでね、届くんですけど、うん、幅取るわ、ポテロングは。そのポテロングをね、なんかすげえ爆食いしてるみたいで、4つぐらい食ってたのかな。あれ1個200カロリーぐらいなんで、西が800カロリーです。うん、朝ね、胃もたれがすごかったもん。もうそういうの食っちゃってたみたいで、ちょっとね、サラダ放置しすぎちゃって、まあ、気温が気温なんでね、ちょっとさすがに今ちょっとね、ちょっと食う勇気ないわ。トマトぐらいはちょっと残ってる、トマトぐらいは食べようかなと思ってるけど、うん。トマトもったいないんでね、またメルカリで1キロ買いました、トマト。トマトはいいわ。トマトはいいっすね、本当に。うん。チンジャオロースのピーマンを食べろよっていう声が聞こえたので、ちょっと食べますか。ピーマンの割合少なくね？チンジャオロース何のためにみんな食べるかっつったらさ、ピーマンが食いていいから食うんだよ。もうちょっとピーマン入れてくれよ。肉はいいからさ。うまいわ。もう本当にさ、縄文時代の人たちがさ、こんな食文化ができるなんて思ったでしょうかね。これちょっとごめん、多分上の方薄いんじゃないかな。時間経ってんね、だいぶ。これのせいだわ、多分泥酔したの。間違いなく。濃いわ。エストゼロが軽く感じるぐらい濃いんだけど。もう現役じゃねって思うぐらいの。まあ学生の頃はね、ほんと、こんな酒くずになると思ってなかったですよ。まあ、こうやって酒くずはね、まあ休みだから頑張ってるわけですけど、休みだからやってるわけだけど、まあ。普段はね、まあ何、食べ物の節制じゃないけど、アルコールの節制っていうのはね、やってますので、まあ、まだまだ頑張っていきますよと。
今週あれなんですよ、3連休でまだ今日こんなことやってもあと2日あるんですよね。なんか天気荒れるらしいんですけど、土日。まあそんなこんなで、だから多分前回の動画で何喋ったか覚えてないけど、多分あれめっちゃ酔っ払ってたんじゃない？すんげえ喋った気がするもん。うん、今の方は酔ってないです。むしろ今はね、二日酔いに近い感じですね。このレモンサワーのさ、こだわり酒場の、なんか多分こんなこと言って叩かれそうなんだけどさ、こだわり酒場のさ、レモンサワー、僕あんまね、レモンサワー界隈であんま好きじゃないんですよね、実は。あんまりね。うん、じゃあこのグラスはね、すげえ軽くていいっす。これはこれ、はい、そんなことなんでね、結構お腹いっぱいなんで、もう終わりにしたいと思います。ストゼロ飲んで締めよう。あともうダラダラとやるだけですよ。早く終われってカルスも言ってるわ。チェイサーどころのレベルじゃねえな、もう3種類あるわ。